皆さんこんにちは、デカプリのミッキーです。本日は2023年一発目の練習と2回目の練習の動画になります。なのでね、結構体を戻しながら怪我しないように徐々にねやってってるって感じです。いやー、年末楽しかったな。美味しいものもいっぱい食べて、久々に友達にも会って、家族ともねご飯食べれたので、すっごい楽しい年末でした。皆さんはどうでしたか？本当にねリフレッシュできたので、2023年も目標に向かって頑張りたいと思います。ところで皆さん、初夢というものをご存知でしょうか？初夢見た人いますか？私は多分見たけど覚えてない。以上、話終わり。ところで皆さん、初詣には行きましたか？おみくじは引きましたか？私は大吉。すごい、これはねすんばらな年になるんじゃないかと思いますね。ところで皆さん、初日の出は見たでしょうか？私は3時ぐらいに見ましたね。はい、3時に見てるんだったらそれ初日の出って言わないらしい。あの地平線から太陽が出てくるところ、それがめでたいので初日の出なんです。3時で見たらもうそれは初日の出じゃないんです。あの初の日です。よくわかんない。ところで皆さん、私の声が変わったとは思いませんか？音質が良くなったとは思いませんか？そうなんです、携帯をついに変えました。やったー。シダックスがね年末に開催したシダックス杯、こちらね URL 概要欄に載せておくのでぜひ見てもらいたいんですが、そちらの方で、まあ、これ、ね、ネタバレになっちゃうんだけど、いいかな、いいよね。見てない方は申し訳ないんですが、私宙返りのね着地止め大会で優勝しまして、シダックスの方から賞金10万円の方をいただきました。そのお金で携帯を変えさせていただきました。ありがとう、たくみ。私はですね、携帯で動画の編集だったり練習のね動画を撮ったりしてるので、容量がねすっごいパンパンなの、すぐで。僕前使ってたのが SE なんですよ。で256GB で、もうね毎回255GB ぐらい溜まってて、で動画新しく撮るってなったらなんか違う動画を USB に移したりだったり消したりだったり、すんごいストレスだったね。だからマジで YouTube をやってる人の環境じゃなかったのよ。なのでね、シダックスの賞金は有効活用させていただいて、練習の動画 YouTube の動画がはかどるように携帯を買わせていただきました。はい、ということでイケボになったミキトーク、いかがでしたでしょうか？今日も動画のご視聴ありがとうございました。面白いなとか思ったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた明日の動画でお会いしましょう。バイバーイ。